どうしよう。友達いません。結婚式とか披露宴とか無理。俺は男です。アドバイスください。友達は斡旋業者で頼めば友達を演じてくれる奴らを呼んでくれるぞ。暇なVIPら全員で結婚式に行ってやるよ。電車男がその代表だが、この一致のように、恋愛や結婚関係の悩みを解決してもらうためにすれ立てをする人間はたくさんいる。果たしてこの一致はどんなアドバイスが欲しいのだろうか。スペックよろ。スペック、主、34、オス、23歳から引きこもりニート、身長168、体重80、昔はイケメンでモテた、相手、まだ内緒でいいですか？デブの引きニート。低スペック男子だが、そこから相手を見つけて婚約まで持っていくとは。この一致つわものである。一体どんな感じで相手を見つけたのだろうか。出会いは、自分は引きこもり改善のために早朝5時や6時に近所の河川敷の散歩をしてました。その河川敷、朝散歩してる人20人ほどはいるんだけど、なんせ犬の糞がたくさん落ちてる。潔癖症の自分は、それだけ気分がへこむんだよね。だから、土とスコップ持って糞にかぶせてたんだけど、本当は糞を回収して燃えるゴミで出すといいらしいけど、潔癖症には無理。食用糞退治。それで、毎朝、散歩しながら糞退治してたんだよね。土も重いから1日に5個くらいしか退治できなかったけど、それでも毎日していれば糞も減っていってさ、おばあちゃんやおじいちゃんには喜んでもらえた。ペット飼ってる人からすれば迷惑だったみたいで冷たい目で見られた。補足だけど、土は家の近くにある土木業者みたいなところから無料でもらえたので、それを利用した。土ってさ、結構重いんだよね。結局、半年ほど毎日糞退治してた。雨とか天気の悪い日は行かなかったけど、週に5回は糞退治してた。すると、ある日、犬を5匹ほど連れた人がいて、糞退治してる俺のそばで犬のトイレしだしてさ、俺を挑発してるようなやり方だったんだよね。俺、引きこもりだから軽く怒ることができなくて、切れることはできるけど、切れたら何するかわからんから我慢してた。俺は横目で見てて、早く行ってくれないかなと思ってた。すると、よく散歩に来ている40歳くらいのおばさんが注意してくれた。後で分かったことだけど、そのおばさん近所では資産家で知名度もあって有名な夫の妻だったみたいで、5匹犬を連れたおっさんがペコペコ謝ってた。そこへ俺が登場。二人を尻目に、土でいつものように糞退治。そうすると、そのおばさんが俺に声をかけてきて、若いのに偉いねえ。いつも見てたよ、ありがとうって言われた。俺も偉そうに、自分たちが使う場所をきれいにするのは当然のこととか言って、決まったぜ。とドヤ顔で言ってやった。そしてクールな顔でその場を去りました。トイレの神様がいる。そして、糞退治とおばさんの効果もあって、河川敷には糞は持ち帰れみたいな看板まで立って、警察も時たま巡回してくれるようになったんだよね。これでやっと普通に散歩ができる日が来たと喜んで、いつもお気に入りの歌を聴きながら脱引きこもりに向けて体力作りする日が続いた。あの件で、おばさんとはすっかり挨拶できるようになって、久しぶりに女性と話すことができるようになっていった。恥ずかしい話、母を除いて、女性と話をしたのは10年ぶりす。コンビニすら行くのにも男のレジに並んでたし、女だと手が震えて、言葉がどもる。本当に情けない、今でもそうだよ。おばさんとかにはそうはならないけどね。このおばさん、ネタバレになるがかなりのハイスペックおばさんである。そして、おばさんと一緒に歩きながら散歩する日もあるようになってきて、何してる人とかいろいろ聞かれた。軽く自己紹介した後に、10年引きこもりしてました。それをやめるために朝散歩してますって話した。これでおばさんは俺を軽蔑するだろうなと思ってたけど、違った。おばさんは、自分を受け入れたのか？社交辞令なのか？おばさんは自己紹介をしてくれた。警備会社とジュエリー会社と飲食店数店など親が経営してると教えてくれた。まだ他にも色々してるようだけど、忘れた、かっこ覚えれない。いとこが県議員とか、俺の住む世界とは違う人だなぁと思った。そして、今でも覚えてるのが、私、何一つ不自由しないで生きてきたからそれが悩みと言っていた。俺にはその贅沢の悩みが理解できなかった。嫌味にも聞こえた。それから散歩で出会うたびに、よく一緒に歩いて会話をした。いつものように散歩してたら、おばさんからコーヒー飲んでいく？って言われた。この時、これが誘ってるとは俺はわからなくて、コーヒーは飲めませんからいいですって断った。すると、またしばらくしてから今度は、ケーキ焼いたんだ、食べる？とか言われた。俺は甘いもの全然ダメで、ケーキはちょっと無理ですと言って断った。
そして、また1週間くらいしてから、今度はペット飼ったんだけど育て方がわからないから見てほしいと言われて、事前に俺はそのおばさんに鳥を飼ってたことがあって大好きだって話をしてたことがあって、おばさんの家に行くと小さな文鳥のヒナがいた。話を聞くと、飼ったのはいいけど育て方がわからない、かっこ餌のやり方。困ってるから教えてほしいということだった。昔はモテてたのに喋れないほどキョドルとは、どんなトラウマが？俺はヒナを10匹以上飼ってきたから、家から餌やりセットを持ってきて、お湯でふかして餌をあげた。俺の家に鳥はいないので、おばさんに餌やりセットをあげた。でも、俺心配性な性格なもんで、おばさんに散歩で会うと毎日のように鳥はどう？とか聞いていた。俺ね鳥飼ってたんだけど、最初は近所の人から1羽だけ文鳥をもらった。引っ越しをするからあげるって言われた。その鳥、すぐに逃がしてしまったんだよね。次にヒナを2匹飼った、かっこ文鳥。とても懐いた、俺が親のように懐いた。いつも俺が学校から帰ってくると出してくれと言って出して遊んでた。寝る時も一緒だった。この時も鳥が逃げた。鳥ってさ自分で鳥小屋を開けることを覚えるんだよね。一番頭が良かったのはインコで開けるわ、言葉喋るわ、苦労した。で、2回目の2匹を飼った時に事件が起きた。思い出したくない今でも涙が出る。親が歩いてる時に鳥を踏んだ、苦しそうにして死んでいった。今でもあの目が忘れられない。苦しいよ苦しいよという目をして死んでいった。俺は親をボロカスに責めた。お前が死ねとも言った。1週間くらい泣いた。そして今度は俺が、一匹になった鳥を可愛がっていた。いつも俺にところに来て、すごく懐いていた。そして俺はこたつで寝てしまった。親と弟が鳥がないと言い出す、俺を切る。鳥が俺の下敷きになっていた。ここまで必死に書いたけど今でも苦しい。小学校5年くらいの出来事。話戻します。そういう事情もあり、俺は生き物に対してはすごく繊細だった。鳥大好きだし毎日のように散歩が終わると餌をあげに行った。それからかな、おばさんと仲良く話せるようになってきたのは。そして恥ずかしいことに、鳥も好きだけどおばさんにも好意を抱くようになっていく自分に気づく。イッチはこの時、まだ20代後半から30代前半、この年代だと40代の女性は恋愛対象にはならないという人が多いのではないだろうか？しかし、イッチにとっておばさんは、様々なきっかけを与えてくれた女性である。惹かれて恋心を抱くのは、ある意味当然の流れなのかもしれない。過去のスライドショーの写真は大丈夫か？写真も嫌い。だから撮ってない。でもプリクラなら探せばあるかも。携帯で撮影して PC に転送してからだから、時間がかかるかもだけど、話を変えたらアップしてみる。おばさん、俺が餌をあげるといつもご飯まで出してくれるの。しかも、俺が食べたことのないような料理。フランス料理とか。俺、朝が一番食べるからすごく嬉しかった。鳥と同じくらい、朝飯目当てで家にお邪魔していた。おばさんからしたら料理で俺を釣ってたんだけどね。俺は見事におばさんに釣られたわけ。あとね、おばさんはすごくいい匂いするんだよね。バラの匂い。マジでこんな匂いする人がいるとは思わなかったよ。匂いで3割は惚れてるかな。鳥も無事にヒナから大人に成長し餌も勝手に食べるようになりました。でもそれからもよくおばさんの家に行ってた。朝飯美味しいから。俺の家の朝飯なんて、味噌汁プラスご飯に卵焼きか目玉焼きとか昨日の夜の残り。おばさんの両親に会うことはほとんどなかった。お父さんが偉い人だったから、家にほとんどいないし、帰ってきても夜遅いから。いつものように、家で朝をごちそうになっていると、2年前の10月に、かっこ自分の誕生日、おばさんからプレゼントされた。何かなって小さな箱を開けるとレナード・カムフォートの指輪だった。俺は嬉しかった。おばさんよく見てるなぁとも思った。散歩行くときに手首にシルバーアクセサリーをしてたんだけど、カムフォートなんてニートに買えません。かっこ高すぎる。サイズもどうやって調べたのかちょうどだった。俺は悪いと思う気持ちもあったけど、本当に欲しい指輪だったから喜んでもらった。さらにおばさんのことが好きになった。俺のことを見てくれてると感じて。レナード・カムフォートの指輪の値段はだいたい8から18万。結構な値段である。もしかしたらおばさんも一致を。いや、セレブだからこそ、これぐらいのお金はへでもないのかもしれない。12月おばさんの誕生日だったから俺はお返しに、手袋をあげた。2万ほどした、かっこ楽天市場のランキング上位にあったのを買ったよ。貯金を崩してプレゼントしました。それからも1週間に2回ほどは朝散歩終わると、家に鳥と遊ばせてもらいに行ってました。そして2年前の12月20日の朝にいきなりおばさんから告白された。年齢もその時に聞いた、41歳だった。当時俺32歳。
32歳からしても40代の女性ってやっぱりおばさんに見えるんだよね。その人は綺麗だったけど、やっぱり大学生や20代と比べると色々劣化してる。俺は10年引きこもりしてたから時間が22歳で止まったままだった。かっここれは俺が悪いけど。どうするか考えた。考えさせてほしいと言った。考えさせてくださいと言ってその日は帰った。それから1週間ほど散歩も休んで考えた。41歳の人と付き合うって、世間からすればどう見られるんだろうとか。近所の人だから、かっこ徒歩10分くらいの距離、誰かにバレたらどうしようとか、親になんて言うとか色々考えた。1週間だったけど、すごい考えた。円形脱毛症になるくらい考えた。かっこハゲは親に言われて気づいた。そして返事をするために朝、散歩に行きました。自分の置かれた環境や俺のことを好きになってくれる人がいるということに感謝し、付き合いたいと返事をしました。おばさんは涙目ですごく喜んでくれて、その時にキスされた。おばさんと言ったけど、すごく柔らかかった。おばさんは誰に？おばさんは本庄真奈美を少し老けたようにした感じかな。スタイルはスレンダーです。おばさんの夫はどこ行った？え？おばさんは未婚だよ。結婚したこともないし。ここからはまんまと逆玉を成功させたデブ式ニート一致の、いろいろな意味で羨ましすぎて発狂しそうな話が綴られていく。付き合ったのが年末です。学生の時などに付き合ったことあるけど10年以上ぶりに付き合った。で、付き合って1日目なのにいきなり親に紹介された。1月1日には、相手の家族と初詣に出かけた。車はベンツ。しかも運転手付き。ボタンで後ろのカーテンを開けたり閉めたりできることを知った。すごく緊張したけど、おばさんの家族はすごく優しかった。おばさんが10年俺が引きこもりをしてたことを事前に話していたようで、気遣ってくれた。普段はお正月は旅行に行くらしいんだけど、この年は親族に不幸があり行かなかったらしい。1月1日の夜は彼女の家で夜ごちそうになり、お泊まりまですることに。部屋はたくさんあるんだけど、彼女と同じ部屋を案内された。でも自分、潔癖症だからエッチもしなかったし、寝れなかった。彼女とは相変わらず朝の散歩の時と、週末に会っていた。付き合って、半年ほどした時に、いきなり泣かれた。理由を聞くと、私のこと嫌いなの？と言われた。俺は嫌いじゃないし、意味がわからないと言ったら、だって抱いてくれないからと言われた。軽く、俺が潔癖症であることも彼女は知ってるから俺は正直に言った。下の毛を全部剃ってほしいと。性癖ではないけど、自分はどうも毛がダメなんです。汚いイメージしかない。すると彼女はそれくらいなら喜んでと永久脱毛までしてくれた。永久脱毛は1年かけて行ってくれました。自分もついて行ったけど、かなり痛いらしいですね。永久脱毛行き出して2週間目くらいに始めてしました。久しぶりだったのでよくわかりませんでしたが、一生懸命頑張りました。体の関係になってからも交際は順調でした。ゴールデンウィークには、北海道と沖縄に連れて行ってもらった、かっこ二人で。四国にも食べ歩きうどん旅行に行った、かっこうどん大好きだから。ディズニーランドとかも行った。日本の観光地たくさん連れて行ってもらった。お金は全部彼女持ち。俺は物欲がないので、何か買ってほしいとか頼んだことはないです。でもお泊まり代とか旅行費などで1日でも5万は飛んでると思います。夜は宿泊先のホテルでのコース料理だし。コース料理って前菜とかあって、食べたら次が出てきて、食べたらまた次が出てくるんだよね。最後はデザートだったけど、自分からしたら最初から全部出してほしい。値段を見たら1名で1万、5千円とか2万円とか書かれてた。それプラスお酒代とかだから。鈴木教科で想像してる。近所で有名な夫の妻なんだろ？もうボロが出たか？ま、面白いからいいや。続けてくださいまし。夫はいません。書きミスです。夫婦で有名なのは彼女のお父さんとお母さんのことです。誤解させてすいません。今年の年末から年始にかけてはまた沖縄に行った時に、彼女からプロポーズされました。嬉しかったけど、俺は無職だから養っていけないからごめんなさいと頭を下げました。でも好きだから付き合っていきたいと。すると彼女は誰かに電話をし出す。5分くらい話してから俺と変わる。電話の相手は父だった。もしもし〇〇です。今彼女と沖縄に来ております。娘と結婚が決まったそうだね、おめでとう。え？あ、ありがとうございます。となぜ帰ってしまった。早速結婚式などの準備をするから帰ってきたら家に寄って行って。あの。仕事があるのでそれではよろしく頼んだよ。電話切られる。彼女を見ると、なぜか彼女は大笑い。結婚が決まったと喜んでいた。俺は苦笑い。
俺は、彼女に仕事とか指輪とか結婚式とかどうすればいいのか聞いたら、彼女は、父に任せていればいい全部してくれるからと言われた。本当に全部、彼女の家が色々と今準備をしてくれています。自分は無職ですが、2月から彼女の父が経営する飲食店の店長になることが決まりました。接客はしないでもいいけど、社員とかを教育しないとダメなようです。教育される立場なのにどうしよう。結婚式は、豪華なホテルの予約を取ろうとしてるみたいです。8月8日という日付にこだわりがあるようでなかなか難しいようです。自分はそれまでに給料で指輪を買うのが今の目標です。結婚していいのか迷ってます。マリッジブルーじゃなくて、申し訳ない気持ちでいっぱいなんです。自分の家は金持ちじゃないし、普通のリーマン一家です。相手の家と比べると申し訳なさすぎる。結婚披露宴もするそうで、俺無職だし友達いないし、誰も呼べない。上の方でそういう業者使えばいいと言ってるけど、逆にそれは恥ずかしい。また頭がはげそうです。終わりです。ただのロケと自慢話が書きたかっただけ。ここまで見た方の中で、もしかしたらそう思っている人もいるかもしれない。しかし、そんなことはない。冒頭で述べた悩みについて、イッチはレスを始めていく。彼女のこと好きだけど、幸せにする自信がない。彼女は一緒にいるだけでいいと言ってくれてますが、これを逃すと俺は結婚も就職もできなさそうだし、少し休憩します。寝るかもしれません。引きこもりのニートの自分は何も自分の手で気づいていない。すべておばさんに与えてもらっているだけ。だから幸せになどとてもできる度量がない。これが一致の不安の根の部分だろう。相手は初婚設定？罰はついてないの？ついてませんよ。婚約した彼いたそうですが、親が決めた相手だったので猛反対したって言ってました。相手は弁護士。友人代表でスピーチしてやんよ。もちろんタスミンってことはバラすけどな。ありがとう。じゃあやることは一つ。店長の仕事頑張って出世する。自信ないですね。なんせ勉強しないとやばい。おい、寝る前に釣り宣言していけよ。で、式場はどこ？関東？関西？関西です。兵庫県。披露宴の場所は相手の親が全部決めるのでまだ決まってません。年明けで仕事も忙しいようだし。ぶっちゃけ10年無職だったやつが店長だったら社員はついていきたくないと思うがな。仕事頑張れ。ありがとう。店員の管理とかどうすんの？コミュ障がケアできるわけないじゃん。34まで引きニートだったやつがいきなり店長なんかやれたら世の中みんなセレブになれる。悪いことは言わんから一番下から苦労してこい。コミュ障はだいぶ治ってきましたよ。学生の頃はモテてたし明るかったので。社長で朝一番に来てトイレ掃除する人いるらしいからやってみたら、自分流でやればいい店長になるかもよ。副店長か料理長かスタッフリーダーかわからんがサポートの人もちゃんとつけてくれるだろ。つうか飲食は変動激しいから一つ二つ店潰しても気にすんな。店行ったことあるんですが、トイレはビルのフロア全部で共同で使うトイレです。だからトイレ掃除はトイレ掃除専門のおばちゃんがいるみたいですよ。こういうのいいね。潔癖症ってことで綺麗にしまくる。業務実務は下の人の方が慣れてるから、いろいろ任せて時々様子を聞くだけの店長はやりやすいかもね。潔癖症だから他人のトイレ掃除はできません。彼女にもそれだけは伝えてます。トイレ掃除だけはどうしてもできないと。フロアするからって。あとね、結納金とかいうのを払いたいけど、いくらが相場か調べたら給料の3ヶ月とか100万とか50万とかでした。これは親に頼むかもしれません。貯金50万ほどしかないし。引きこもりのニートで50万も貯金できていれば立派である。恥じることはない。むしろ誇りに思うべきだ。今の店にも店長いるんだろうし、仕事をその人についていろいろ教わればいいんじゃ？支配人とか適当な役職つけてくれるでしょ。現場のことを全部できる必要もないし、一致の一番の仕事？は彼女と幸せな家庭を築くことじゃねえの？今の店長は別の新規の店に行くらしいですよ。給料も上がるみたいだし、そこんとこはしっかりしてくれてます。一応、自分調理師の学校を出てるので免許はあるんですよ。包丁も使えるし、だから調理ならすぐに覚えれます。立場を気にせず精一杯周りに教えを請うことだな、あっと仕事。トイレ掃除とかはありだ。過度の潔癖症も緩和できそうだし、毎日犬の糞相手にしてたお前ならできるよ。コツコツ頑張れ。ってこんな釣り臭い話にマジレスの練習してみた。ありがとう。俺が一致なら、スポーツジム、経理の学校、に通うな自分の親に借りて、朝、一番に出てトイレ掃除、
昼、筋トレした体を使い、絶対にだらけた姿を見せない。昼途中、4、5時間抜けて仮眠や勉強やトレーニングする。かっこ時間を売って金もらう雇われ人じゃないから余裕でできる。夜、売り上げの締めを自分で行い、日の元戸締まりの締めも自分で行い、最後に帰る、かっこ自分だけのための日誌を帰る前に書く。頭的に経理は無理です。PC でアフィリエイトした方がいいですね。過去に50万ほど稼いでました。お前ら揃いも揃って世間知らずすぎだろ。経営者、オーナーの親族だって理由だけで、経験のない職種の店長やら幹部に突然来る人間なんて世の中溢れてる。その手の場合、必ず優秀なブレーンが仕切ってるもんだから、心配いらんぞ。親族経営の会社の幹部なんてみんな飾りだし、社員もそれ分かって働いてる。その通りだと思います。相手の親の気持ちも含まれてると思ってます。俺は同様もない無職引きこもりだけど、相手の親はこんな40の娘でもいいのかと何度も聞かれてますし。子供は絶望的なので、そういった意味も含まれてると思います。そろそろ帰ってくるのでまたです。皆さんありがとうございます。月50万。そうです。ネトゲに月20から30万3年も使ってたので貯金ないですけど。ちょ、俺んちも宿川。宿川駅近辺に住んでるんだけど、もしかして近い？怖い。芦屋寄りです。でも自分の家は貧乏です。過去に自分と同じ職場で43歳の女がいて旦那は33歳、初産は44歳だった。今は医学も進んでるから40代で初産も大丈夫だよ。頑張れ。幸せになれ。子供は産みません。子供がかわいそうですから。もしくは、美濃？大阪ですよ、美濃って。あそこも金持ち多いようですね。猿の山ってイメージしか。ついさっき彼女帰ってきました。リンカーンって車のようです。ベンツじゃありませんでした。でも、外車だから同じくらいの値段かな？すいませんね、車音痴で。ババアとか思ってたけど、好きになるとさ、可愛く見えますね。なるほど。こんな美味しい話などそうそうないということか。お前ら縦読みしてね。本当なのはアフィで年収500万なとこと10年引きこもりなとこだけ。俺が結婚、メンヘラ女と交際してつぶつぶにされたのにあるはずねえわ。女なんて信用してないぜ。なんかいい話だった。イッチもアフィ50万とかすごいな。アフィで年収500万の方が気になるわ。やっぱそんな美味しい話って現実にはないのか。まあでも面白かった。現実にこんなことはめったにないだろう。しかし、アフェリエイトで年収500万はすごい。こっちの話をもっと詳しく聞きたいのだが、残念なことにここでスレは終了する。最後までご視聴ありがとうございました。セレブに恋をしたイッチの話は、いかがでしたでしょうか？自分もこんな夢のような体験をした聞いた等のご意見、感想などありましたら、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。それとチャンネル登録と高評価も、よろしくお願いいたします。